今日のリメイクは今日またね紬を利用しまして作ってみたいと思います。このようにね春先に咲くポピーのような色ですね。オレンジの強いのですから春にね綿の入んない春向きの斑点を作ってみたいと思います。広げてみるとこんな感じなんですね。ですから今回はね斑点なのでそんなに長くはいらないので上から85センチぐらいのところで下の方をね切り落とししたいと思います。これはあくまでもね私のサイズで切り落としますので自分のね身長に合わせて好みの丈に切った方がいいと思います。そしてこのね切り落とした部分ねここは縫い代のところね縫い目のところがほつれやすいので気をつけてください。私はねサッカーの端ミシンをかけてね押さえておきます。そうするとこんなふうな形になるんですけどもこの斑点ですのでね前の方はね大きくねこんなふうな形で折ってねこの辺とまっすぐにしてバランスを取りながらね作っていってみたいと思います。こんな風に昨日切り落とししたところに今度はねしつけをかけてみました。ちょっと前の方なんですけどねここも溶かないでねそのまま利用して作ってみたいと思います。最初ねこんな風になってたんですね。切った時には入りの方が入り先がこんな風に出ててねこういう風になってるんですけども一応こちらの方でねこんな風に折ってみました。こんな風に折ったんですね。そしてこの折る時ね斑点ですのでだいたいここのね入りの幅だいたいここ28センチぐらいあるんですけどもこの幅とあと裾の幅はね同じ幅にした方がいいと思います。この幅ね上から下まで同じ幅です。それから裾の方はねやはり4センチ折ってねしつけをかけました。そしてやはり裾の方ねそのままだとどうしてもねこう体に馴染みが悪いのでね今回も10センチぐらいおきにこういうふうに2センチのタックを入れてねそして今しつけをしておいたんですけどこんな風にしてちょっとね裾に来て狭くなるとね体にこう馴染むっていうかそんなことで私はこのようにタックを入れました。それから袖ですね。袖もやはりね大体50センチぐらいこういうふうにあるんですけども今回も私はね袖はいつもどうしても邪魔になりますので短くしてみたいと思います。斑点ですので着物の雰囲気が出るような形にしてみました。こんなにね丸くしてですから型紙はねその都度、適当にね自分の好みによって型紙を作ります。こんな形でね昔の元禄袖に似たような感じで作ってみたいと思います。それからここのね折ってしまったんですけども今回はね掛け襟が取りやすかったので掛け襟は外しました。着物によってはねこの襟と一緒に縫い込んで外すとね形が崩れるんですけども今回は掛け襟は掛け襟で上からついていたのでそれは外しました。そしてこういうふうにちょっと長めなんですけども裾の方ねこんなふうに角張ってるんですけどね今回はこんな丸みを作りましてこのぐらいのね丸みをここに入れてやってみたいと思います。それからねちょっと色があまり強い色なのでこれは喪服のねちょっと余り入れなんですけどもこれをね襟元とかね袖口にちょっとアクセントにつけて仕上げてみたいなと思ってます。春向きのね斑点なんですけどもこんな風に仕上がりをねしつけをかけてみました。
見頃の方はね、こんな感じですね。広げるとこんな風な感じなんですけども、裾の方はね、だいたい4センチぐらい折りまして、こんな風にして、やはりここもね、裾の方の狭くするために10センチ置きぐらいにね、2センチのタックを入れてみました。これはね。それから、身頃の方ですね。身頃の方はこういう風にしてね、だいたいこの襟の折り方ですね。襟の折り方は、ここの幅とね、この裾の幅がだいたい同寸です。裾の幅とこの肩の幅が同寸で、こんな風に折ってみました。そして、ここにね、喪服。喪服のこれ余り地がね、ありましたので、こんな風にね、こんな細い紐を作りまして、ずっと紐をつけて縫い付けてみました。あとこれをね、大きく、つけてみたいと思います。襟の方から裾の方までね、こんな風につけてみました。あと、ポケットですね。ポケットの方はいつもよりはね、かなり下の方につけましたけども、やはりなんていうの、反転ですのでね、上にあるよりは下にあった方がいいかなと思って、こんな風にね、一応しつけをかけてみました。袖なんですけども、袖の方もいつもね大きい袖なので、今回はこのぐらいのね元禄調の袖にしてみました。そしてここの袖口ですね、袖口は23センチあったんですけども、やはりこれではちょっと広いのでね、袖下を切った部分でね、これが袖下の切った部分なんですけど、これが4枚あったんですけども、これを利用しましてね、右と左のね、袖口に、足す、カウスっていうんですか、こういったものをつけてみました。そうするとね、これを足すのはこんな感じに足すんですね。こんな風な感じで、そして袖口の方がだいたい15センチに仕上がるように、一応組んでみました。ちょっとね、これ、横と立ててね、模様が違うんですけども、それもまたアクセントでいいと思います。これね、左右の方がこんな風にね、つけて袖だけを長くしてみたいと思います。それから最後の仕上げには、この辺にね、こういった紐をつけてね、舞が落ち着くように紐で結んでみたいと思います。こんな風に仕上がりましたので、ご紹介したいと思います。身頃の方からね、身頃の方は、ここは襟の方を折っただけなんですね。そして裾の方はね、タックをね、10センチごとに入れたんですけども、そのタックの裾をね、だいたい5センチぐらいね、ここをちょっとかけまして、と折っただけではペンとね、なじみが悪いので、この辺を5センチぐらい固定しました。それからポケットですね。ポケットはね、普通の位置よりも、丈が長いので、下の方につけてみました。あとはちょうど真ん中辺にね、紐をつけてここで結ぶようにしてみました。それから袖の方ですけどね、袖の方はここまでは既存の袖だったんですけど、袖下の部分でね、こういったカウスをつけて袖を長くしてみました。あとこのね、周りなんですけども、これは黒いね、喪服があった布を利用しまして、藤取りに黒を入れてみました。こんなことで簡単に仕上がりましたけども、私はね、特に縫うところね、そこはなるべくミシンをかけないで手縫いをしております。やはり手縫いをするとね、縫い目が非常にこう柔らかくて着やすいですね。そして見栄えがいいので、なるべく時間のある方はね、丁寧に手縫いをすることもお勧めいたします。それでは試着をしてみたいと思います。この辺に試着をしてみました。一応袖の方はこういう感じですね。それから袖口とか袖の形、あとここのね、振りとか見厚口のところはこんな風にね、閉じてしまいました。それからポケットですね。
ポケットはね、いつもよりちょっと下につけてみました。それから前にはこんな風にね、あの紐をつけましてね、あの結ぶようにしてみました。身頃の方はね、こんな風に折りましてね、この裾の方は共布でね、同じ色になるようにちょっと足してみました。こんな風にね。あと裾ですね、裾の方、タックを入れた部分なんですけども、ここをね、5センチぐらいね、固定しまして、体にね、なじむように、そして裾の上に行って、あの細身に見えるようにね、工夫してみました。こんな感じですね、仕上がりは。丈はね、だいたい普通の反転よりは長めなんですけども、やはり着物の生地を有効に使うためにね、と長めの、春向きの反転などを作ってみました。今日これでね、終わりたいと思いますけども、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。